視聴者提供割。ああ。3の高さが結構際立ってますね。担任がやっぱり昨日の担任じゃないよな。本日のワインはピノノワールから作られた長野県の赤ワインです。長野県を引いては日本を代表するワイナリーの一つであろう小布施ワイナリーを現在率いるのは4代目の曽我昭彦さんです。ワイン名のドメイヌ曽我とは自社畑 100% のブドウにこだわり作られたシリーズであり、サンシミというフランス語は英語で言うところのウィズアウトケミカル、つまり畑において化学的な農薬を使わないこと、さらに醸造においても天然酵母を使用するなど化学的なものは加えないワイン作りを大切にされています。では本日の日本のワイン、テイスターたちはどのように表現するのでしょうか。お願いします。はい、お願いします。はい、ということででは、はい、始めていきましょう。はい、乾杯。妖艶な香りですね。妖艶ですね、うん、結構しっかり下がりますね。そうですね、うん、なんか酸の高さが結構際立ってますね、香りもなんかザクロとか、アセロラみたいな香りが結構あるんですね、まあ、ザクロ系ですよね、赤系でも香りからこう酸味を連想させるようなフルーツを感じますね。まあ、最初なんか結構単純にまあ、ピノノワールとかそっちかなと思って飲んでみるとかなりピノノワールよりもさらにもう一歩上の酸のレベルがあって、これはちょっとピノっぽくないなっていうふうに思いましたね。やっぱり品種はピノノワールなのかなと思ったんですけど、まあ、そこ中心でどうしても考えますよね、でも確かにこう凝縮感というかこう、タンニンがやっぱり昨日のタンニンじゃないよな、渋みが、ですよ、結構結構修練性ありますよね、結構キュッてする、まあ色味とか香りで言うとねピノノワールの感じなんだけど、はい、やっぱ酸の出方はまあなくはないけど、この酸出てタンニンあるピノノワールってないもんなすごい酸ですよ。香りは重いですけどね、鼻から抜けていく香り、結構こうカリッとしてるフルーツというか、クランチーっていうかフレッシュですね。最初香り嗅いだ時に結構本当に甘さあったんで、ね、アメリカのなんかピノノワールとかなんですけど、飲むとガラッと印象変わります、熟度がね、そういうアメリカのピノとか、まあ、そういう感じなんだけど、ニューワールドの赤系フルーツかと思いきや味わいがオールワールドっていう、このアンバランス、そうですね。なんかこう分かりやすいその、例えばフレンチオークとかアメリカンオークとか、なんか分かりやすいその熟成から出てくる香りっていうよりは結構複雑な香りの要素を伴ってるし、まあそのイチジクとか、まあ、けどどうなんかどっちかドライイチジクとか、まあ、ザクロとか、まあ、少しこうなんか時間が経ったようななんか香りも結構するんですよね。なんか産地的にはなんかやっぱりオールドワールドの中なのかなっていうふうには思いました、割とコメントは出揃ったかなと思いますので、一旦ちょっとネレッロとすごい迷うんですけど、ピノノワール自分をキュッとくるんですよ、フランスのシャンパーニュにしましょう。おー、ドーシャンプーノワ、ドーシャンプーノワ2021年、21年、はい、お置き方がすごいですね、回答の置き方が8000円。なるほどね。いやーこれはすごい素晴らしいですね。すごいしびれました、ちょっと。はい、じゃあ次秋田さん行きましょう。はい、私結構嗅いだ瞬間からイタリア感があるなと思っていて、売ってるのかな、そう皆さん見返してください一言も言ってない気がするから、ペースピンポイントだね、すごいポイントだね、出てきたじゃないですね、はい、でまあそうですね、まあ、なんかその中でこうピノっぽい要素がありつつピノでないみたいなところでいくと、まあ、私もネレッロマスカレーゼかなっていうふうに思いました。なるほど、はい、あ、なるほどね、はい、ただちょっと酸がちょっとこう高いところが少しこうネレッロにしても酸が高いなっていうところがちょっと気になってます。
シチリアですかね。はい、あ、シチリアですね。はい、あとヴィンテージと価格ですね。はい、ヴィンテージが2022年で、ある、価格が、3800円。800円、ありがとうございます。最後、対策いきましょう。香りから、僕も最初からイタリア感を。言うでしょ、だって。いやいやいや、結構これ迷うと思うんですけどね。うん、でもピノでは、僕はピノではないと思ってるから、食べるんで。言うと、僕は、ネレロとネピオロと、うん、淡くてこんだけタンが強いって、うん、少ないと思うんですよね、うんうん、でも僕がネルロマスカレーゼ、はい、イタリア、イタリア、プシリア、うん、おはい、エトノロッソ、うんうん、エトノロッソね、ヴィンテージ2020年、はい、価格5500円、はい、ありがとうございます、正解の方、ブドウ品種正解の方、います、クリューじゃない、ピノノワール日本なんだ。日本でございます。オブセ。はい、オブセですね。ということで、視聴者提供ワイン。あすごい。あれまた岡島さんですか。これですね、岡島さんじゃないですね。また、はい、まず回答ですけども、オブセワイナリードメーヌソガ晩餐市民ピノノワールですね、日本の、長野県のピノノワール2018年、3850円のワインでした、はい、そして送っていただきました、読ませていただきます、宮城県にお住まいの、ニックネームがですね、アルファベットでセカンドユキさん、セカンドドットユキ3さん、うんですね、まあ、ゆきさんでいきましょうか、宮城県のお住まいのゆきさんですね、ありがとうございます、ドメーヌ高彦さんの回前のミルに拝聴させていただき触発されました、普段からオブセワイナリーを飲む機会が多く、とても大切な存在ですと、曽我、高彦さんのご実家、ご兄弟のこのワインにどうコメントいただけるのかが、とても気になりますと、オブセワイナリーのメインのラインナップは他の西洋品種ではあります、しかしながら曽我昭彦さんはピノノワールドに強いこだわりがあるようで、この年も589本と小ロットながらも生産醸造されていらっしゃるようですということですね、はい、お兄さんが、まあ、オブセを継いで、はい、で弟さんが陽一のね、ドメーヌ高彦を作られてますけども、ということでございました。面白いですよね。面白いですね。要はドメーヌ高彦の陽一のピノが、まあね、あの陽一はそう有名ですけども、はい、ね、あのお兄さんの作るということで、これは非常に面白いワインを送っていただきまして、あの視聴者さんも見ている方らも絶対楽しかったと思いますね、はい、ということで感想戦いきましょうか。どうでしょう。タンニン強いです。タンニン強いです。めちゃくちゃ、うん、そこで僕がピノに行かなかったのは、はい、やっぱこの、はい、タンニンすごい、やっぱり強いなっていうのと、だ、うんうん、から高彦さんのとことはやっぱ随分なんかスタイルが違うように、ウィスパーボイスで言いますか、思いましたね。そうですよね、うん、やっぱ今飲んでも結構タンニン、うん、結構強い、強いですよね、うん、僕タンニン強いと耳の中痒くなるんですけど、もう耳まで来る感じですよ。痒くはなってないですけど、もう触られてる感じ。このシーズン最初にイタリア州を確かに何パーですか。12%ですよね。僕最初イギリスのピノノワールとかかなとか思った、ちょっとあの冷涼さ、なるほどね。いやでもその塚さんのその冷涼硬いことシャンプーナワーって置き方めっちゃかっこよかったですね。確かにめちゃくちゃ、うん、なるほどと思って、そういや忘れてたって正直思いました。すごい頭のいい、めちゃくちゃしびれる置き方でしたな。じゃあ最後、じゃあアキトさん、アキトさんの一言で締めましょう。アキトさんどうでした。そうですね、長野のオブセにイタリアの風が吹いてましたね。ありがとうございます。
視聴者と影響があるんで。そうなんですよ。で、甘酸っぱいですね。うん。うん、じゃあ還元的ですね。還元ですね。意外と果実感もあると思うので。うん、フォースが足らん。